の仲間トラップとクレイの里帰りに付き合ってんの。でもその町の町長に脅されて一緒に山登りする羽目になっちゃって、そこにはホワイトドラゴンの祭壇があるらしいんだ。ホワイトドラゴンはね、呼び出した人の願いを一つだけ叶えてくれるんだって。そこで町長のエイブスさん、借金だらけの町の財政を救ってもらおうと思ったわけ。ところが得体の知れないモンスターが現れて、これって一体何なの？モンスターにしては間抜けすぎる。彼らは妖精さんです。妖精？冗談は妖精。ルミ、タピオカっていう妖精さんなんです。昔から祭壇を守ってくれてるんですよ。じゃあ顔にいたずら書きしたり小屋を揺らしたりしたのはみんな俺たちを祭壇に行かせないようにするため邪魔をしたってわけか。そうですし、それで僕がホワイトドラゴンの子供だって言ったから姿を見せてくれたんです。ホワイトドラゴンの子供？その角は本当にホワイトドラゴン？では私のお願いを聞いてちょうだい。できないんです。お願いはもう叶えちゃったんです。わかったです。皆さん、彼らがお詫びに祭壇への近道を教えてくれると言ってるです。やった、ラッキーだな。いちいちポーズを決めなくてもほんと変な奴らだ。それにしても歩きにくい道って。何やってんだよパスカル。お先にトラップ。そろそろ日が沈むな。祭壇へは人間の足だと明日のお昼過ぎまでかかるそうです。ルミ、お腹ペコペコだ。この先に小屋がある。今夜はそこに泊まるか。着いたらご飯にしましょう。はい、もうすぐご飯だ。はい。何？行ってみよう。なんかバカでかいもんが通った跡みたいだな。ついさっきまではこんな跡はなかったってカピオカさんたち言ってるでし。じゃあこのバカでかいもんはすぐ近くにいるってこと？急ごう、日が暮れるとやばいぞ。やられてる。とんでもなくレベルの高いモンスターみたいね。なに、モンスターなどこのわしが片付けてくれるわ。無理すんなよおじいちゃん。うるさい。温まるわね。あー死んでやわて。あー食った食った。食って寝て盗む、こいつの生き方ってシンプルでいいよな。シンプルっていうか単純っていうか。わしらも食べ終えたら早く寝よ。明日は悪魔の警告を渡るんじゃ。しっかり体力を回復しておかねばの。いよいよ祭壇か。僕のお父さんやお母さんに
会えるでしか？シロちゃん大丈夫、きっと会えるわ。はいです。どうした、風邪ひくぞ。あ、うん、ちょっと目が冴えちゃって。いただきますよ。あ、こりゃ食いもんじゃねえ。会えるよ、シロは。父さんや母さんに。グレイ、どうして私の考えてることが分かったのだろ。これでも一応リーダーだもんね。本当にお父さんやお母さんに会えるといいな、シロちゃん。まさかモンスターにやられちゃってるなんてことないよね。たとえシロにどんなことがあっても俺たちは一緒だよ、うん、こんなに寒いのに何やってんだよ。あ、俺、ありがとう。たく、よく降る雪だぜ。だから、いちいちポーズ取るなって。わちょん、わちょん。この先が悪魔の渓谷です。その階段を上がると祭壇です。悪魔の渓谷、一体どんなところなんだ。うん、親父がドクトル草を撒いておいたから毒ガスは消えてるはずだけどな。何が名物なんだ、双子、埼玉。観光地じゃねえよ、うん、よし、行くぞ。綺麗です。はい、お花、春、見た見た。うちの親父が撒いたドクトル草がこんなに咲いてるなんて。それにこの谷だけ雪が溶けてる。ドクトル草は雪を溶かす微熱を発するらしいぜ。雪を溶かす、なるほど。悪魔というより天使の渓谷って感じだね。ああ、夢のような景色じゃの。ひってえ、お花が潰されてる。これはどう見たってムカデだ。しかも巨大なお化けムカデだ。階段ガチガチに凍ってるわ。あまり装備もしてこんかったからな。どういうこともあとうかと、こういうボンを用意してきたんです。おお、
雪をスパイク補助靴スベラン、手のひらサイズと超小型、軽量小型でも性能はプロ仕様、このスベランさえあればもうスベラン。いい年こいて通信販売にハマってりゃ世話ねえぜ。どうです、なかなかいいだ。確かに滑らねえな。広告通りじゃ。それではまたじま。見事滑らん。ごめん。モンスターに会ったら会った時のことさ。経験値の低い俺たちだって倒せねえことはないんだからな。うん、そうだね。やはり年寄りには答えるわい。あったです。これが祭壇？イメージと違うな。もっとこうデーンとしてるもんじゃねえのか祭壇って。ドラゴンだわ。この両目に宝玉を入れるんだな。あれ、長長、おめえが持ってる宝玉貸しな。ダメです。宝玉をはめ込むのばわだちです。いや、いつの間に。わしの家系が盗賊だということをよもや忘れてはおらんじゃろうな。ゆうべ小屋でいただいたんじゃよ。さすがじいちゃん。ほれ、これはお前のもんじゃ。さ、早く呼び出すがいい。じゃあ、町長さん、悪いですけど、金のことなら相談に乗るぞ。万端に。兄弟か親戚か、それともお母さんだし。え、あ、シロちゃん、どうしてわかったんだ母親だって。親子の絆っちゅうもんはそれほど深いってことじゃな。じいちゃん、何一人で浸ってんだよ。ママと会えたんか。しおちゃんよかったな。でももしかするとあいつこのまま戻ってこねえかもな。
そろそろ下山しないと日が暮れちまうぜ。あの大ムカデのこともあるしな。そうじゃな。パステル。できない。できないよ。このままシロちゃんと別れるなんて。お待たせしてごめんなさいね。でもまあちょうどよかったわ。もうすぐホワイトドラゴン族の集会があるんですの。トレイトンちゃんが来てくれてほんとよかったわ。 あ、トレイトンちゃんって言うんですのよこの子。でもまあ親はなくとも子は育つって言うけど本当なのね。生まれた子供を手放すのはうちの一族の掟だってお姑さんがうるさくってうるさくって。そんなのどうだっていいじゃありませんかね。あら私一人で喋ってます。あ、はいはい、何ですの。何でもおっしゃって。ホワイトドラゴンって人間に変身できるんですか。そうですの。ある程度成長すると変身できるんですのよ。ずっとってわけにはいきませんけどね。それに、あ、わかりました。とってもよく。それでですね、さっきお母さんも言ってたけど、僕一族の集会に出なきゃならないんです。どうしても。それで僕、じゃあパステル。カールもシュウちゃんもどうしちゃったわ。シロちゃん、さよならなんてあんまりだよ。もしかしてしおちゃんどっか行っちゃうの。しおちゃんどこが行っちゃう。ルーミー、シロはやっとお母さんに会えたんだ。分かってあげようよ。そろ行けよ。日が沈んじまうぜ。短い間だったけど、サンキューな。また会おうぜ。トラパンちゃん、それじゃ僕行ってくるでし。でも集会が終わったらきっと戻ってくるでし。ごめんなさいね。この子が皆さんに愛されてママも嬉しいわ。皆さんどうもありがとうね。これお姉さんに預けておくでし。これがあったら僕また皆さんに会えるでし。こんな大切なもの、自分の宝玉にはサインを送ることができるでし。さっきみたいに緑色にチカチカ光るでし。うん、わかった。ほら、元気に送り出してあげよう。しおちゃん、また会うだお。はいです。Thank you.
元気でな。シロちゃん、ステアブーツじゃよ。雪をスパイク補助靴スベランは大したもんじゃろ。だから通販はやめられんのじゃ。しかしな、正直言うとこんなに役に立つとは思わんかった。ん、何、時間がない。先頭じゃ。次回フォーチュンクエスト L 出た悪魔の谷の大ムカデ、年寄りを舐めちゃいかん。